というのは400年前実際に起こったと言われる演舞にございます。徳川家康様人生最大の窮地に陥ったと言われる神君伊賀越えの様子を皆様には今からご覧いただきます。この演舞の背中、もしやすると皆様のお力が必要になる時があるやもしれませんね。ゆえにその時はぜひ我らに力を貸してくださりませ。それでは服部半蔵忍者隊演舞開幕にござりまする。時は1582年本能寺の変にて織田信長様が討たれた後、謀反を起こした明智光秀殿が次に狙うは我らが主君徳川家康様であった。徳川家康の命を頂戴する。そうはさせん。主君、徳川家康様のお命は我らご守り申す。敵が次々と襲ってくる。家康様には何としてもこの伊賀の山を越えていただかねば。家康様はいつもなさねばならぬことがあるとおっしゃっておられた。それは天下太平の世を築くこと。そのためには家康様を岡崎町に無事お連れせねば。総勢300名集いし忍びたちとともに民の幸せのため天下太平の世のためこの命にかけて家様を守り抜く。さあ皆の衆、今がその時ぞ。我らに力を貸してはくれぬか。さあその力の送り方伝授いたす。それが光栄じゃ。さあ今から説明いたす。真似をするのじゃ。皆の衆、両手を前に、両手を前、その大人もじゃ、両手を前じゃ。そして日本指、現世で申すこチョキじゃ。ここに指閉じる。鏡でもあるぞ。左手が上、右手が下、そして左手に右手を納め、胸の前に持ってくる。わしがせーのと申したら大きな声でニンと力を送ってほしい。それでは参るぞ。せーの。おっとじゃ、大人も大きな声を出すとじゃ。今一度せーの。さあこたび一番の声を出すとじゃ。最後参るぞ。せーの。ありがとうじゃ。
する。けど私ここで聞きたいことがあるんでござりまするが、我らの姿、スノイエス服部半蔵忍者隊初めて見たよというもの、手を挙げてくださいませ。はーい。うわー、今日さおれー、ありがとうございまする。では改めまして我らの隊の紹介をさせていただきまする。我ら徳川家康と服部半蔵忍者隊は、愛知の武将観光の魅力を伝え、そしてより一層盛り上げるため、現世にて愛知の観光 PR 隊として蘇るし、忍び衆にござりまする。これらは皆がよう使ってる SNS なるものを駆使して、情報収集、情報発信もいたしておりまする。ゆえに、この演舞が終わった後は徳川家康と服部半蔵忍者隊と検索いたし、エンジンフォローよろしゅうお願いします。我らの剣舞を見ていただこうと思います。白虎、特等ご覧あれ。心、忍びたる者忘れはせん。心に刃はつらくとも、共に生きる民のため、笑顔と勇気を届けようぞ。我ら服部半蔵忍者隊から帰り推薦。その目に焼き付けよ。それじゃ皆の衆、またおう。さらばじゃ。